小数点、小数点、小数点、またはデッサンブルマーカーとは、実数を数字列で表記した時の整数部と小数部との境を表す記号であり、アラビア数字の場合、ピリオド、点、ドット、またはコンマ、コンマが用いられる。現代の日本では、ピリオドを用いることがほとんどである。日本語では単に小数点ということが多い。英語では、 デッサムルポイント、デッサムルセパレーター、デッサムルマーカーなどと呼ばれる。ポイントはまさしく点であり、小数点としてピリオドを用いる国、文化では問題がない。しかし、小数点としてコンマを用いる国ではそぐわないので、デッサムルセパレーター、デッサムルマーカーが好まれる。英語版ウィキペディアではを用い、国際度量公委員会は国際単位系の英語版において、 デッサムルマーカーを用いている産業技術総合研究所計量標準総合センターの日本語訳では小数点と訳している。ピリオドは点、ドットを意味するが中黒やミドルドットを特別するためにより正確にはドットオンザラインが紛れがなく国際単位系の英語版でもこの語を使っている。これに対してコンマを正確にはコンマオンザラインとしている。 小数点として点、ドット、オンザラインを用いるか、コンマ、コンマ、オンザラインを用いるかは、国、地域、文化によってまちまちである。ごくおまかには、イギリス、米国、日本、中国、インドでは、点を用い、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ロシアでは、コンマを用いる。以下では、国際単位系での呼び方に習って、点を用いる方式を、イギリス式。 ブリティッシュプラクティス、コンマを用いる方式をフランス式、フレンチプラクティスと呼称する。ピリオドと同じ記号でベースライン上に置かれた小さな黒丸、ドット、オンザラインで表す。イギリス方式の場合、整数部の桁の区切り、3桁ごとにはコンマ、コンマ、オンザラインが用いられる。小数部の桁の区切り、3桁ごとには半角スペースを用いる。 なお、イギリスでは、数字の中央の高さに記す、ミドルドット、または、インタープンクトで表すこともあり、1970年代までよく使われたが、現在は、コンピュータの普及によって、ミドルドットの使用は激減した。しかし、例えば、世界語大学雑誌の一つである、ランセットの投稿規定は、現行を電子ファイルで提出する場合に、 小数点をミドルドットで記述することを要求している。コンマ、コンマ、オンザラインが小数点として用いられる。整数部の桁の区切り、3桁ごとには、ピリオド、ドットオンザラインが用いられる。小数部の桁の区切り、3桁ごとには、半角スペースを用いる。国際単位系では、小数点について、 イギリス式でもフランス式でもどちらでも良いと規定している。ただし、桁の区切りについては、整数部でも小数部でも半角のスペース、新スペースに限るとしていて、ピリオドやコンマの使用を禁じている。1948年第9回、国際度量構想会の決議7で、数値において、コンマ、またはピリオド、イギリス式は、数値の整数部分と、 小数部分とを分けるためにだけ用いられる。数値は読み取りを容易にするために、整数分も小数分も三桁ずつに区切ってよい。ただし、その区切りの空白に、決してピリオドもコンマも挿入してはならないと定め、2003年、第22回国際土量構想会の決議中で再確認された。小数点表記の国家や言語による際は重大な誤解が危惧されるので、 国際標準を策定する ISO や IEC などは、英語を含むすべての言語表記で、フランス式を統一的に用いると定めている。しかし、英語は事実上の世界標準言語であることから、英語表記ではイギリス式に統一することを、英語圏の諸国が国際機関に働きかけている。日本語では、小数点をコンマと言い表すことがあり、例えば、 0.3秒をコンマ3秒という。また、コンマ以下、人の価値、度量、人物が人並み以下であることという言い回しがある。これらは明治期に小数点としてコンマを用いるフランスの方式が入ったことによる。数字を左から右へ書き表すアラビア語では、もう回すのが使用される。 1123万4567.89123456はそれぞれ下表のごとく表す。中南米のスペイン語圏の多くの国々ではフランス式であるが近年は合衆国の影響でイギリス式も増えており、特に中米ではイギリス式を一般的に用いる国が多い。無線通信で小数点を表現する際は誤入を防止するため、 小数点を出しまるあるいはポイントと発生する。オーストラリア、ブルネー、ボツワナ、カナダ、英語アシャ、ドミニカ共和国、グアテマラ、香港、インド、アイルランド、イスラエル、日本、ケニア、韓国、北朝鮮、レバノン、マレーシア、マルタ、メキシコ、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、パキスタン、中国、フィリピン、シンガポール、 スリランカ、スイス、スイスフランを表記する場合、台湾、タンザニア、タイ、ウガンダ、イギリス、米国、ジンバブエ、アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルガリア、カメルーン、カナダ、フランス語話者、コスタリカ、クロアチア、 公式にはコンマだが、それ以外では、両方とも使われる、チリ、コロンビア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ共和国、エクアドル、エストニア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、グリーンランド、ホンジュラス、ハンガリー、インドネシア、アイスランド、イタリア、カザフスタン、ラトビア、レバノン、リトアニア、ルクセンブルク、 公式には両方使われる。マカオ、ポルトガル語を使う場合、マケドニア共和国、モルドバ、モンゴル、オランダ、ノルウェー、パナマ、パーラグアイ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、セルビア、スロバキア、ミノミアフリカ、公式。ただしビジネス上は終止符が一般的、スロベニア、スペイン、スウェーデン、チュニジア、トルコ、ウクライナ、ウルグアイ。 ベネズエラ、ベトナム。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。